るんですけど、現状ここまで重症者の病床数というのは増えてきてない、まあ、増えてるんですよ、増えてきてるけど一気には増えてきてない。じゃあ今増やせてるって増やせれるんだろうか。それはすぐに難しいですね。それはね、今難しいんだったら、今本当に助けられる命が助けられない状況にあるって言ったら、どちらかにこうアクセルを踏むというか重心をかけなきゃいけないのに、両方の意見聞いても意味あるんでしょうかね。どうですか。でもね、今なんで不足してるのかってことは分かってるんですか。まあ分かってないですね。でしょ、うん、だからそれをまず分かれば、どっから手を打てばいいのかってことが出てくるじゃないですか、うんうん、それはそのことの検証は私はね、そっぱり進んでないような気がするんですよ、うん、1年半経っても。しもこさん、どうでしょう。学校のことで言うと、私はそのやっぱり本当に感染状況の差があるので、やはり私はその国一律ではなくて、その国がきちんと各自治体でちゃんと指導しなさいということをもうちょっと事細かく徹底させた上で、地域ごとの公立高校だと特にその、やっぱりあの地域の方が集まったお子さんが多いので、その感染状況だったらもうこの学年は閉鎖します。学級閉鎖だったり、学年閉鎖だったり、その感染状況によって細かくその自治体が学校と連携して、指導して対処するというような、割とこうちょっときめ細かいやり方をしないと、もう全部一律にだとお子さんもやっぱりその、うん、あの教育状況も違うし感染状況も違うのにって、やっぱりいろんなあの親御さんの負担も多いし、お子さんの気持ちもあるし、学業のその進み具合も影響出てくるので、そういった形でもうちょっとこう一律って言ってもその自治体単位で、小さい自治体単位でやった方がいいと思いますし、あとやっぱりその小さいお子さんが感染した時、私最近身近に結構いるんですけど、その保育園で感染してきたお子さんが無症状で、で最初無症状だったので結構感染してて、ちょっとだけ熱が出た、でもあの両親はあの濃厚接触者として、まあ、普通かもしれないということを言いながら、子どもの面倒を家庭内でやらなきゃいけないんですけど、すごく怖い状況を抱えている親御さんがいっぱいいる中で、まあ、そういうその家庭内のケアを こと細かくやっていく体制作り、あの職場の方も、親御さんの職場の方もそういう人たちへの支援っていうのも、細かくやっていかなきゃいけない状況にすごくあるなっていうのを最近感じてます。学校単位という考え方なんです。自治体単位という考え方、国であると緊急事態宣言出てるところ、まん延防止等重点措置が出てること、出てないところ、いろいろあるから、それは自治体ごとで考えて、はい、学校単位にするというのは、これはなかなか難しいと思って、うん、先生の負担が重すぎるなというのはあるんですけれど、まあ、こういった場所ではどうするのかということをいろいろ考えないと、やるのは簡単だし、親御さんが大変だっていう、家に子供いて面倒見なきゃいけない、仕事に行けないって方もいらっしゃると思うんだけれど、今救える命が救えてない状況もあるんですよということを、もう一度考えるべきのような気がしますけどね。はい、宮野先生、本日ありがとうございました。ありがとうございました。続いてです。おととい、昨日と2日間にわたって放送した24時間テレビ、今年のテーマは思い、世界はきっと変わる。さまざまな挑戦企画や10人で100キロをつないだ募金リレー、感動のフィナーレをお伝えしていきます。24時間テレビ放送開始15分前。よろしくお願いします。もうあと15分ほどで、いやーすごい15分前です。すごいこんな状況でインタビューしてます。改めてこの直前の思いっていう企画でください。この24時間で Kingg.Prince で楽しく、もちろん皆さんでも楽しく過ごしたいなと僕は思っております。でみんなそれぞれいろんなところに取材に行ったりしたのをやっぱ細かくまだ見れてないので、とてもワクワクしてます。すごいいい緊張感でみんな、はい、でなんかここちょっと噛まないように心配だわみたいなことを言い合って、はい、お互いを励まし合ってみたいな、いろんな方々の思いを僕たちが受け取って、そして僕たちの思いもあるのでみんなに伝えて頑張って伝えたいなと思っております。今年の24時間テレビテーマは思い、世界はきっと変わる。メインパーソナリティは Kingg.Prince のチャリティーパーソナリティで菅野美穂さんを迎え、今年は無観客での開催となりました。
そして King&Prince が歌う優しさに包まれたならでスタートしました。支援するためのチャリティー企画で10人がリレー形式で合計100キロを走ります。走る場所は福島県楢葉町にある J ビレッジ。東日本大震災の復興の象徴となっているスポーツトレーニング施設です。募金リレーではアスリートたちがサプライズで登場。第2走者ではこの人が。金メダルをもたらした水谷隼選手。自分のために卓球していると思ったことじゃなくて、とにかく人の役に立ちたい。被災した宮城県を訪れた際にそう思ったといいます。その後も被災地を訪問してきた水谷選手。被災地に訪れて毎回思うのは、すごく自分の方が力を増す。